解任解任、アマ、別表記開始は、能学作品の一つ。旧来ゼアミ作とも言われてきたが、世阿弥自身がこの脳の一部について、コンパルの不死である、猿学談義と書いているところから、世阿弥の時代にはすでにこの主題の脳があったことが、推測される。サヌキ国ドデラの演技、藤原氏にまつわる伝説を素材に、ドラマチックに作り上げられた作品。 藤原ふささきの出生譚や、藤原氏の女性が、塔の記載になったという伝説、海底に奪われた宝物を取り返す、天の伝承、ふささきが、指導時に寄進したことなどを題材としている。我が命を犠牲にしてまでこの栄達を願う、母の行動を主筋に、ホッケ行による、女人成仏などの宗教性も加味した人気のある脳の、一つである。この曲のクライマックス部分、 玉の段は、写実性に富み、独立した姉妹としてもよく上演される。特殊演出である少女も多い。高和歌、舞、大食感とも共通性が見られ、結末に、演技物語に見られるような支障があるなど、脳と他の芸能の関連性を考える上でも、貴重な作である。またこの曲をモチーフとした多分野の作品、自唄、玉取り会人なども、少なくない。 ふささき大臣、藤原ふささきが、幼少の頃に亡くした母は、さぬき国子仏の人と聞かされ、母体を弔うためその地を訪ねると、その裏の天が登場。自分がふささきの母であり、竜宮に奪われた、面校腐敗の玉を取り返した経緯を物語る前段、その土地の住人が、前段のストーリーを改めて語る魔教言部分、ふささきが、 妙法蓮華行で母の追善供養をしていると、竜女に姿を変えた母が現れ供養をしゃす公団から、なる。登場人物、十三歳のふささき大臣は、母が亡くなった地、佐抜国ふささきの地に赴く。従者、脇、脇連れによる、奈良、津の国、淡路、鳴門の道行きが歌われ、指導の裏に到着。従者がこの地の言われを聞きたいというと、そこに、 一人のアマが登場する。アは、シドデラの近くに住むけれども、仏道に反する殺傷をしている。伊勢やスマのように風流の心を育むような土地柄でもない。しかし、そんなことを言ってもいられない。仕事をしようと独白する。従者が彼女に、海底の藻を取ってきてくださいと頼むと、天は、空腹でいらっしゃるなら、ここに持っている藻を、お上がりくださいと答える。従者は、 そうではないのだ。海に映る月をご覧になるのに、藻が邪魔になるのだという。それを聞いた天は、昔も、そのようなことがあった。海底の玉を取って来いとのことだったと、考え深陰に言う。その檻のことを語ってほしいという従者の頼みに天は、次のように語り始める。今の大臣を御見光、藤原夫人の妹くんが、当の日になられるにあたって、当の高僧皇帝から、 幸福寺に三つの宝物が送られました。そのうちの一つ、綿光腐敗の種、釈迦の像が必ず正面に見える不思議な宝珠をこの地で、竜宮に取られてしまいました。大臣はその玉を奪い返すため、身をやつしてこの地に来られ、解任乙女とちぎりを結ばれました。その時生まれたのが草崎の大臣ですと。草崎はそれを聞き、我こそ、草崎大臣である。我が母は、 シドの裏のアマと聞かされて、ここに来たのだと名乗る。アマはさらに、玉を取り返した時のことを語る。もし玉を取ってきたら、この子を四次としてくださるという約束に、アマは命を惜しまず、海中に飛び入ったのですという語りから自由体に、合わせての所作になる。空は一つに、雲の波、煙の波をしのぎつつ、海まんまんと分け入れて、 やっと竜宮に着くと、三十条の宝刀の頂に、その玉が祀られていた。周りには八大竜王や悪魚、ワニが取り巻いている。シドの観音菩薩助けた前と、剣を手に竜宮に飛び入ると、竜たちはパッと尻いえた。その隙に宝珠を盗み取って、逃げようとするのを竜が追ってくる。竜宮では死に及むということなので、天は自分の父の舌をかき切って、 玉を押し込め海底に倒れると近づくものもない。その時力を込めて命綱を引けば、海上の人々によって命綱が引き上げられ、天は海上に浮かび上がった。大臣は傷つき息も絶え絶えになった天を見た嘆き悲しむが、天の我が父のあたりをご覧ぜとの末期の言葉に傷跡を見ると面孔腐敗の玉がある。こうして天は命を落としたが、その子は ふささきの大臣となったのだ。こう語った天は、我こそ、あなたの母、会人の幽霊です。この手紙をご覧になって、我が母大を弔ってくださいと、ふささきに手紙を渡し朝の海に消えていった。登場人物、そこへ通りかかった、この土地の住人に、従者が、海中より玉を取ってきた天のことを知っていたら、語ってくれというと、奈良の大食官の娘で、 大海港の妹にあたる光白女は大変な美人で高僧皇帝の記載となられました。奈良の幸福寺は紅白女の宇治寺なので三種の宝物を塔から渡されたのです。その一つ、面光腐敗の玉を竜宮の住人は奪い取りたく思ったのすが先導が優秀で取ることができません。しかし、とうとうこの裏の近くで取ってしまいました。大海大臣は 残念に思って、身をやつしてこの裏に来られ、解任を止めと、ちぎり一子を設け、いろいろなお約束をされて、天のおかげでその玉を取り返すことができました。その玉を、初めてご覧になった島は、新玉島という名がつきました。またその時生まれたお子は、この裏の中のふささきの大臣と言われるそうですと語り、しかし、どうして、そうようなことを、お尋ねになるのですかと問う。従者は ここにおられるのが、その、ふささきの大臣です。お母の乙ぐらいのために、これから、還元校という法要を催されるので、還元の役者は集まるように言ってください。また7日の間、摂政はやめるようにと告げる。そのことを触れ回ることを約束して、土地の住人はさる。登場人物、従者はふささきに先ほど、アから渡された手紙を読むように進める。 ふささきはその手紙を開く。そこには、十三年の間私を弔う人とてなく、メイドの暗闇におります。あなたが高校なら、我が闇を助けてくださいとある。地舞台によって、妙法蓮華経の読書や様々な法要をして、善をなそうと歌われると、竜女に姿を変えた先ほどの天が登場する。ありがたいお弔い、なおなお、ほっ行を、お読みくださいと言って、 教に合わせて舞い始める。やがて、早舞いになり、今この教の苦毒にて成仏した例を述べ、自由体の、流女成仏。さてこそ、三州四度寺と合し毎年八甲、長母の言行、仏法繁盛の霊地となるも、この功用と受けたまわる、流女は成仏しました。このように、四度寺と合して毎年の法華行読書の法要や朝夕の言行を、 する仏教の盛んな地となったのも、このふささき大臣の親孝行のおかげなのですで、舞い収め論は終わる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。